チャンネル登録者286人の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今回は愛知県豊田市にオープンした穴場のモンブランのお店を紹介していきます。なんで穴場かというと、フラッと立ち寄れる感じじゃないからです。行き方は後からお伝えしますが、豊田市駅にある T フェイスっていうところの9階にあります。豊田市民なら T フェイスって言えばわかると思います。T フェイスは昔からあって、エレベーターも味が出てますね。お店の名前はクリリンって言うんですけど、はじめ僕はクリリンうまそう、クリリンうまそうって言ってました。クリにリンと書いて、クリンなんで間違えないようにしましょう。無印も入ってるんで、ここは結構行きます。クリンの下のフロアに名古屋飯食堂ってあるんで、そこで味噌カツとか食べれます。食後のデザートにしてもいいかもしれないですね。値段は見栄えの割に1個800円と割と安い印象でした。最近の立派なかき氷は1500円とかするんで、それに比べると安いなって思いましたね。お店の方も優しかったです。店長さんに YouTube に載せていいですかって聞いたら、ぜひ紹介してくださいって笑顔で言ってくれたんで、こちらも YouTube で紹介して力になりたいって思いました。大須だと行列に並ばないと食べれないんですけど、豊田店だと平日はご覧の通り並ばず食べれるし、席もあってゆっくり食べれます。オープンして間もないのでこのくらいかと思うんですが、日に日に知名度も上がって人が増えていくと思うんで、こんな感じなのは今のうちだと思うんで結構おすすめです。コロナ禍で人混みを避ける観点からも豊田店はかなりおすすめです。作っているところもパフォーマンスとしてやってくれるので、心よく写真や動画を撮らせてくれました。どうやって作るのかなって見てると、栗のペースト状のものを筒の中に入れて手で押してところてんみたいに出てくる仕組みみたいです。見てた感想はかなり多く絞ってくれるなって思いました。機械で自動的に出てくるのかなって思ってたんですけど、案外手でキコキコやって押し出してくる感じでした。出てくるところは芸術的でしたね。カットするときにさらっとカットしてたので、今まで食べたことのあるもちもちしてたモンブランとは違うなって思いました。紫のモンブランも見てるとめちゃ綺麗でしたね。恋に紫って書いてなんて読むのかなって調べてみると、小紫らしいですね。小紫モンブランです。あとこれは紅芋みたいですね。写真で見てた白いやつは生クリームかなって思ってたんですけど、硬くて軽いメレンゲのお菓子でした。上に乗ってるやつは栗と芋ですね。こうやって2つ並べるとかなりおしゃれですね。こうやってスプーンを入れた時にさらっとする感触が結構感動しましたね。味もめちゃくちゃ美味しかったです。感動しすぎて手が震えてます。このメレンゲのお菓子は結構硬いかなと思ったんですけど、割とスプーンでサクッと切れるんで、そんなに硬くなくて甘さもちょうどよくて美味しかったです。クリンっていうお店は SNS で知ったんで大須しか知らなかったんですけど、ホームページを見ると福岡の天神店、それから静岡の浜松店、愛知県の豊田店が2021年12月にオープンして4店目になったみたいです。テイクアウトのみって書いてあるんですけど、席もあったんで席で食べることもできます。お店の公式インスタアカウントもありました。お客さんがインスタのストーリーにメンション付きであげるとストーリーで返してくれてたので、あなたもぜひあげてみましょう。クリンがあるのはこの T フェイス B 館です。連絡通路もあって A 館にも行けるんですけど、2022年春に1階から6階に入っていた松坂屋の跡地が改装されて、成城石井や GU なんかも入って幅広い年齢層が来ることになりそうです。車で行く行き方なんですけど、 TM 若宮パーキングっていう駐車場が一番近くていいです。ここは T フェイスから一番近くて300台以上止めれるし、雨でも連絡通路に屋根がついているので濡れません。駐車券と何かしら買ったもののレシートを2階の受付カウンターに持っていくと認証してくれるんで3時間無料になります。 TM 若宮パーキングの注意点は左折でしか入れないことです。この映像は北の方から来る場合の映像です。建物にでっかく P って書いてあるので、それが目印です。右手に T フェイスを見ながら入っていく感じですね。駅の方から来る場合の行き方はこんな感じです。ペデストリアンデッキをくぐってサイゼリアが左手に見えるんで、見えたら左に曲がります。左手に T フェイスを見ていく感じです。ちなみにこの駐車場の特徴として、床がツルツルなせいか車がハンドルを切るとタイヤのスリップ音がめちゃうるさいです。キュルキュル言うんで、その音が建物内に響き渡ります。大人も子供もびっくりすると思います。ここの超おすすめポイントとしてもう一つはレクサスの子供用カートがあることです。この豊田市はトヨタ自動車があって車の街なんで、このカートにも象徴されています。車種はモデルチェンジ前のレクサス LS600HL で、無料で乗り回せるのでぜひ乗ってみてください。ネットで調べてみると同じようなレクサスのカートが4万円くらいで売ってました。かなり人気なので休日はないことが多い
多いそうです。この日は動画撮るために9時頃行ったんですけど、めちゃくちゃありましたね。いつも注意するんですけど、ちゃんとまっすぐ走るかはチェックした方がいいです。スーパーやイオンのカートもたまに外れを引いちゃうことあると思うんですけど、レクサスのカートだと出だしが重いんで後々困らないようにこの置き場からチェックしてスタートしましょう。この中に数台だけトヨタ 2000GT っていうクラシックカーがあって、この車は今から50年以上前にたった337台しか作られなかった名車で、海外のオークションで1億円で落札されたこともあるようです。車好きのお父さんはこのカートに子供を乗せて写真を撮りに行くだけでもいい記念になるんじゃないでしょうか。最後になりますが、 TikTok もやってるんで、これはそれにアップした時の動画です。 YouTube にしてない動画もアップしてるんで、よかったら見てみてください。 TikTok って最近のアーティストの曲が使えるんで面白いんですよね。チャンネルの概要欄から飛べるようになってます。それではご視聴ありがとうございました。